はい、どうもお茶です。今日は芯を使ってランクマをやっていこうと思います。ってことで多分対戦相手が見つからないのでカットしようと思います。はい、ということでね、22段の方が見つかりました。この方一人しかいませんでしたね。まあ今もう深夜の4時なんでね、深夜というか早朝というかね、なのであんまり仕方ないかと思います。はい、ってことで頑張っていきましょう。あ、うわ、最悪。これ漏れですね、今のバースト。いや、ひどいな。あ、でもこれでバースト使わせたのはいいですね。正直このラウンドはもう結構諦めてるんで。おっと、あー、うまい。あ、バースト、じゃあダストか。え、あ、それ繋がる。何それ。うわー、受け身狩り連携初めて見たな。それとも出すと漏れで出しちゃってコンボが分からなかったとか。やべ、これがあるんですよね、売券戦は。嫌ですね。だから減る。あざみ構えながら降りてきたんで、ちょっと対空を様子見する必要がありますね。やってないんだよなー。あー、やっちゃった。ひどいこれ。ちょっとめちゃくちゃな動きになっちゃったなー。どうしましょうかね。とりあえずずっとターン握られてるんで、ここでバースト使わせて、あー無理なんか、間に合わなかったですね。いや、ひどいな。これは大丈夫。あでも全然 OK。うわー、それって空振っても出せるんだ。オッケー、しっかり最終段直画で、多分直画しないと円安が隠らないんじゃないかな、多分。なのでしっかりと最終段は直画。売券の覚醒技、ただでさえ確定角換取りづらいんでね。あー、やっちゃった。何やってんだ。おそらくアザミかな。アザミとバクステガードしないんで、これ殺しきれましたね、おそらく。オッケー、これは読んでましたね。もうアザミかバクステで、今度暴れ入ってくるかもしれないですね。だからもうちょっと様子見。あとアザミ対策としてはね、足払い昇竜なんかとかがね結構対策になってたりするんですよね。6回昇竜だったり。暴れてきましたね。読み合いが回ってる証拠です。ダスト立っている。危ね。これは耐えた。投げれない。投げれる。どうする。バックステ。あー、上入れっぱでしたね。上入れっぱか。とりあえず普通に技重ねますか。危ねえ。これ相手も危なかったね、今ね。
ピョッタ早いね、やっぱ。オッケー、ここはねコンボ落とさずしっかり殺しきり。足払い無理か。なるほど、まあでも普通に置き攻めしてたら勝手に相手自爆して、勝てそうかもしれない。あんまブル良くないかな。どうしますか、バック捨て金バー。なるほど、まあでもどうせバースト使う場面長いからすごいいい選択肢だと思う。やったー、これはまだ死なないけど、うわっ、なるほど、これはデッドアングル対策かな。死ぬかな、うん、死にましたね。まあ、範囲としてはまあ最後のあのデッドアングル対策というか、そこで脊髄で撃っちゃったのが間違いでしたね。はい、まあ、ということで今日の動画はねこんな感じになりました。